はい、皆さんこんにちは。今回はこちらのよく知られた定理の、証明をしたいと思います。2つのベクトル ABCD ですね、これです。この AB と CD、これが作る平行四辺形、こんなふうに図形できるわけですが、これの面積が AD-BC という形で与えられますと。ここの座標が A カンマ B、ここの座標が C カンマ D と、ベクトルの終点ですね、終点の座標を A カンマ B、C カンマ D としたときに、この成分を使って AD-BC というような形で表すことができますよという話です。でこれベクトルの位置によってね、この AD-BC がマイナスになったりとかするので、一応最後は絶対値取ってプラス化してくださいということで、これでこの平行四辺形の面積が計算できますよということです。今回はその、まずベクトルでやる普通のやり方ね、普通のやり方で、まずベクトルでこんな風に計算しますっていうのを紹介して、でその後ちょっと図形的にもね、こちらの AD-BC が出てきますよっていう風に見ることができますということで、2通りのやり方で紹介したいと思います。じゃあまず最初ベクトルのやり方ですね。まずこちら、X ベクトル、こちら Y ベクトルと置いて、ナス角を θ とします。でそうすると、この平行四辺形の面積というのは、この2辺の長さですね、2辺の長さ×間のサインという形で表すことができます。普通はね、これ三角形の面積公式でよく使いますよね。2辺×その間の、サインに2分の1がついているっていうような形で、今回は、平行四辺形の話なので、三角形の2倍ってことで、2分の1はつけなくていいという形になっています。これを頑張って計算していけばいいということになります。でちょっとこれ小さくして、こっちに寄せて、じゃあこれをちょっと計算いじっていきましょう。この後ですね、内積とかをね、うまく出していくために、このサインを、ちょっとコサインで表すというふうにしたいと思います。じゃあどうすればいいかっていうと、サインシータっていうのは、ルート1引くコサイン2乗シータという形で書くことができます。これはもうね、ある程度受験勉強している方だったら、もうパッとこうできる変形だと思うんですが、サインの2乗とコサインの2乗は足して1ですよという関係からこの変形ができます。そうするとこのルートの前についているこの絶対値、こいつらをですね、ルートの中に入れてあげます。そうするとこんな形、ルートの中に入れる過程で2乗がつきますよと。でこちらは、X の絶対値、 Y の絶対値にコサインがついたもの、これを丸ごと2乗した形という形、ものになります。でこの部分ですね、X の絶対値、 Y の絶対値に、コサインシータかかっているもの、これはもう内積になりますよね。ということでこれ内積として書くことができるということです。そしたらじゃああとは、この、変形で得られたこの式をですね、成分でちょっと頑張って表していきましょう。じゃあちょっと移動させて、じゃあ、こちらのですね、混合の中身、これを、成分で頑張って表していきましょう。これですね。はい。そしたらまずは、そのベクトルの大きさ、ベクトルの大きさ、まず X ベクトルの大きさは、これは A2 乗足す B2 乗という形です。もう2乗がついているのでね、ルートいらないですね。で、Y ベクトルの大きさも、こんな形、C2 乗足す D2 乗という形で、この座標の2乗の和として表すことができると。で内積については、これは X 座標同士の積足す、Y 座標同士の積という形で書くことができると。であとはこれを頑張って展開していけば OK です。で、この展開で、もう消えるのが明らかなところはもう書くのやめましょう。どこが明らかかというと、これ A2 乗 C2 乗、それから B2 乗 D2 乗はもうこれ展開すると消えます。なんでかというと、この後ろの部分ですね、この引くところ。これは AC の2乗と BD の2乗っていうのが出てくるので、ここの展開のこの頭かける頭とお尻かけるお尻、左かける左と右かける右はこれ展開した後消えます。なのでそれ以外の生き残る部分だけを書きましょう。そうするとこの左かける右とこの間の2つっていうのが生き残って、で後ろの部分は前の2乗と後ろの2乗はもう消えてますから、マイナス2倍の ACBD ということで、マイナス2倍の ABCD という形になります。でこの形は、よくよく見てあげると、これはAD-BC の2乗の形になってますね。因数分解になってますから、この形で書くことができると。ということで、結局何が分かったかというと、この S、面積 S というものは、この混合の中身がこの形になっていると。そしたら、ルートの中身が2乗
ね、作れてますから、あ、じゃあこの AD-BC を外に出すことができますねと。でもちろん AD-BC のね、政府の値によってね、こうそのまま出すのかマイナス倍して出すのかっていうのが倍分けされるので、まあ、一応絶対値つけて出しましょうということでこの式が得られましたということです。はい、じゃあここまでも結構長かったんですが、じゃあ今回はですね、今の、まあこれ多分普通にベクトルである証明なんですが、ベクトルを使わないね、ちょっと図形的なやり方で、ちょっとやっていきたいと思います。で、まあ、今回の証明もですね、まあ、例によって、まあ、ちょっと一般性が失われる部分が出てくるかもしれませんけど、まあ、一応こんな風に見なすこともできますよねってことでね、ちょっと紹介です。ABCD は全部ね、座標、正だとして、まあ、こんなような形だったとしましょうと。でその時にですね、この平行四辺形の面積を今出したいと。で基本的な方針としてはこう平行四辺形とかね、ちょっとこう斜めっていう図形はちょっと計算しづらいので、ちょっとこうまっすぐにね、できるだけどんどんまっすぐに戻していきましょうっていう発想でやりましょう。でまずこれ一番最初にできそうな、やり方としては、ここの斜めですね、ここの斜めを、ちょっとこうこっち側に寄せましょうと、ね、この2つ2辺平行になってますので、ここの2辺をですねぐーっとここに寄せても、これ面積変わらないですよね、ここの長さ変えずにね、ここに平行にこうずらすだけだと、面積変わりません。まあ、なので今塗ったここのね黄色の部分の面積が S、 今求めたい面積ということになります。だからあとはこれを計算していきましょう。そしたらこの状態でもまだ斜めってますから、ちょっとまっすぐにねちょっとしていきましょうということで、この辺とこの辺かな、ちょっと平行に、あ、この辺とこの辺ね、ごめんなさい、平行に、垂直にね、地面と垂直に線を引いてあげましょう。それでまずこの上半分ね、この上半分について、これをねさっきと同じようによいしょとこちら側に移動させます。で今度この下半分ですね、下半分の平行四辺形についてもよいしょとこちら側にね移動させます。でこれもねさっきと同じ理屈で面積変わりません。だから今ね問題の言い換えをしてるんだけど、ここの長方形の面積を今我々は知りたいんだということになります。はい、そうするとね、この辺のね、長さがちょっとよくわからないので、あと一工夫、ちょっと頑張っていきましょう。でそれどうしたらいいかっていうとですね、ここにちょっと一旦、線を引いてあげます。そうするとここでですね、ここの面積とここの面積が、同じなのを、気づけるでしょうか。これなぜかっていうとですね、まずここの直角三角形とここの直角三角形、これ面積同じですよね、長方形半分にしてるからね、面積同じです。でそれでいて、ここのここの長方形をまあこれ半分にしてるので、こことここも一緒ですよね。で、ここも一緒ってことは、ここの長方形の面積っていうのはこの直角三角形からこことここ引いたものだよってことですよね。でこちらの長方形も同じなんですね。この直角三角形からこちらとこちら引いたものだよと、ね、もともと同じ面積を持つ直角三角形から同じ面積を持つ、直角三角形2つ引いたものなんです、こっちもこっちも。と、ね、いうことで結局ここの面積っていうのはこっちに移すことができると。と、ね、いうことで言い換えをしまくって結局、最終的にですね、今、黄色で塗られている長方形から長方形をくり抜いた、面積という形に言い換えることができました。ここまで言うと、この面積ってもう簡単に出せますよね。これはこの大きい面積から、この小さい、この面積引けばいいです。大きい方の長方形については A×D でですね、 A×D 縦かける横で、この小さい方の面積は、まあ、C×AB ということで BC ですね、ということで AD-BC というような形で面積が出せましたということで、先ほどのねこちらの公式が確認できました。で今回もちろんこの ABCD のね位置関係がねこんなこうだったから、これがプラスになったので、位置関係がねちょっとこう変わってくるとこの AD-BC はマイナスになったりもするので、まあ、その辺も考慮して、絶対値を最後つけているっていう形になります。はい、ということで今回は、ベクトルによる普通のね、導き方と図形による導き方、2通りのやり方で、この平行四辺形の面積ですね、AD-BC
という形で平行四辺形の面積が出せますよっていうような公式、こちらよく使うものなんですが、これのちょっと証明をまとめてみました。今回はここまでです。